見抜いて見抜いてもう嫌ってくらい見たい人なんですよ。こう分け入ってこう掴んでこうこっちに持ってきたいぐらいの欲望があるんですよね。素材とタイミングと時間っていうかこれから描くぞってぐらいの時にギリギリきちんと自分の中の整合性が合うわけ。次は何が出てくるのか作家本人もわからないし、脳みそがダラダラって溶けて何かその人の中でまあ起こるかもしれないんですけど。まあ絵だから何でもできちゃうんでしょうね。遊ぶことができるせいで、でもその現実だからとか空想だからっていうことをそんなに意識しないで絵描くって言うと大体まあ好きなように描くのが子どものこうアクションじゃないですか。だから何でもそこの世界の中では成立するので、そういう意味ではおかしいことの方が絵の中では通常っていうか、インターっていう相互にっていうか、こっちも出すけどもそっちからも来るような、その人が展覧会をどう見てどう冒険してどう地球の中心まで行くか、想像力の行ったり来たりを主軸にして一歩入ったらふっとこうそっちの世界に行けるような、それでまた展覧会を見終わった後日常に戻っていく、戻っていくあたりがきっと面白いですね、その人にとっては。素材は作家もわからないような部分でぴったり来てるものを探してると思うんですね。例えば襖ってこう開いてその背後にある、まあ、寝室があるわけなんですけど、ある隠された部屋をこう背後に隠してる建具っていうことと、自分たちがその芸術を見る時の意識とすごくこうぴったり来ることがこう見えてきたんですね。どうしようもなくなんか限界超えてもう絶対もう襖じゃないとダメだとか鏡じゃないとダメだって成立する時にやっと自分の中で、まあ、ストンと落ちるもんですけど、なんか物を作る時って何気なく始まるんですよね。無意識にっていうか、何かやりたいなと思って手でこねてみたり絵で描いてみたりで、その時に何か言葉にならない感触っていうのを掴んでると思うんですよ、尻尾。でその尻尾をこうギュッと握って、あの感触だけは忘れずにうっすらいつもこう何かこう横切っていると。自分たちの芸術のあり方っていうのは単なる非日常じゃなくて、その人の中にいつもあるっていうか、やっぱ汚いものとか嫌なものとか、ある意味快適とか素敵とかいうものとベクトルが違う方向にあるものも全部拾ってって見せていく、そういうのを含めた表現ができるのが美術であり芸術であるので、多分なんか自分が結構なかなか足腰強いんだって少し手応えがあれば何次やろうかなって気になっていくと思うんですよね。そういうのが少しずつでも展覧会を通じて実感できれば